騒然とした会場で、俺は一言藤田さんに声をかけた。藤田さん、俺をピアノのところまで連れて行ってください。え？でも、わかりました。藤田さんや周りのプロジェクトメンバーたちは、一様に動揺を顔に出していた。それでも一足先に意を決したのか、藤田さんはうなずき、俺の手を引いて舞台に鎮座しているピアノの前まで連れて行ってくれた。俺はピアノの前の椅子へ座り、ピアノの鍵盤をひとなでした。久しぶりの感覚を感じ、手が震えたが、それを抑え込んで俺は意を決した。俺の名前は、佐伯優。様々な楽器を取り扱っている大手楽器メーカーである、山木で清掃員として働く、しがない30歳男性である。清掃員として変わり映えのない日々を過ごしているが、穏やかな毎日で、それなりに満足している。実は俺には人には言えないが、自慢に思っていることがある。それは、俺が高校生の時、ピアノの全国大会である全日本ピアノコンクールで3年連続で優勝をもぎ取り、全国1位のピアニストであったことだ。俺の母親はピアノ教室の先生であった。そのため、俺は幼い頃、それこそ母親のお腹の中にいる時から毎日のようにピアノを聴いて育ってきた。そのおかげなのか、俺は物心つく前からピアノを聴くのも弾くことも好きだった。暇さえあればピアノを弾いており、ピアノを教えてくれていた母親が呆れるほどであった。毎日のようにピアノ漬けの日々を送っており、さらに幸いなことに俺はピアノの才能があったらしく、めきめきとピアノの腕を上達させた。小学生に入った頃には、母親は自分が教えられることはもうないと、つてを頼って有名なピアノ講師を俺につけてくれた。ピアノ講師も俺の演奏技術に驚き、絶賛してくれた。母親とピアノ講師の勧めもあり、音楽に強い高校へ進学し、さらに自分の腕を磨いた。切磋琢磨できるライバルたちもたくさんいて、俺はさらにピアノへのめり込み、その結果3年連続でコンクールで優勝することができた。3年連続優勝ともなれば、メディアや音楽業界も騒ぎ立て、俺は一時期次世代の注目ピアニストとして、母親やピアノ講師だけでなく、いろいろな大人から期待も受けていた。その頃の俺は、様々な人の期待を背負い、そして自分の周りをピアノで笑顔にできているという事実に、有頂天になっていた。しかし、そんな俺は急に地に落とされたのだ。高校卒業後、音楽の専門学校に実家から通い始めた。ある日、いつものように目が覚めると、目の前が真っ暗になっていた。確かに俺は目を開けているはずなのに、何度瞬きしても目の前は真っ暗なままだった。頭の中は正直真っ白であったが、一つだけ思い当たることがあり、俺は冷静に母親を呼んだ。すぐに来てくれた母に事情を説明し、病院に連れて行ってもらう。病院で診断された結果はやはり、俺の持病によるものだった。もともと俺は幼い頃から極度の近視であった。その原因は生まれた頃からあった遺伝子の病気。その病気によって将来的に目が見えなくなる可能性が高いと言われていたが、まだまだ先だと思っていた矢先のこれである。盲目という事実は受け入れがたいもので、自身のパフォーマンスの低下、周りの期待への裏切りに、嫌気がさした俺は、幼い頃から共にあったピアノを手放し、大学も辞めて、それでも音楽から離れられず、楽器メーカーの清掃員として働き出したのだ。清掃員として働いているため、
基本的に清掃員仲間との交流しかない俺だが、一応清掃員以外にも仲良くしている社員さんがいる。それが藤田まどかさんだ。最初俺は藤田さんのことは噂程度にしか知らなかった。美人で誰にでも優しい女性社員がいると。少し藤田さんはどんな人なんだろうと興味はあったが、清掃員でさらに盲目の俺は、正直社員さんからの目はあまり温かいものではない。そのため、まあ優しいと言っても、俺と関わることはないだろうと思っていた。でも、藤田さんはそんな俺に対しても、平等に優しく接してくれていた。藤田さんは、最初は同情か何かで話しかけてくれていたようだが、俺が音楽の知識があることで話が盛り上がり、それから普通の友人のように接してくれた。今日も俺は仕事の休憩時間に、藤田さんと藤田さんの仕事の話をしていた。実は密かにこの時間が好きだったりする。藤田さんが仕事、つまり音楽に関することを話すときは、とても楽しそうに語るのだ。俺が昔ピアノに向き合い、その時にあった嬉しいこと、楽しいこと、悲しかったこと、悔しかったことを語る時と同じような感じがして。佐伯さん、聞いてます?いけない。藤田さんが楽しそうに語る声に、つい物思いにふけってしまった。ええ、聞いていますよ。地域の子供たちが音楽を楽しめるようにって、コンサートを企画してるんですよね。そうです。それにようやく、あの有名ピアニストの石井さんが、出演を許可してくれたんです。本当ですか?藤田さんの頑張りが実ってよかったです。ありがとうございます。自分が好きな音楽の仕事を順調に進められて、嬉しいです。藤田さんの明るい声に、俺はにっこり笑った。俺は夢を諦めてしまって、自分の描いていた将来とは違った道を歩んでいるが、彼女は好きだと胸を張って言える仕事に、日々まっすぐに向き合って頑張っている。そんな彼女の姿に、俺は毎日元気をもらっていた。藤田さんはそんなこと、ひとかけらも知らないだろうが、いつか彼女にもらった元気のお返しができればいいなと思いながら、俺は午後の清掃作業に戻っていった。ある日会社に行くと、何やら騒がしく、いつもと違う雰囲気を感じた。状況がよくわからないため、隣にいる同僚の洋次郎に声をかけた。桜庭洋次郎は清掃員仲間で俺と仲が良く、さらに盲目の俺が一人で出社するのは大変だろうと、毎日一緒に出退勤をしてくれている、とても心優しい青年だ。洋次郎、何かあったのか?なんかすごくざわざわしているけど。なんだろうな。なんか、休憩所の掲示板に社員さんたちが群がってるみたいだけど。俺と洋次郎はざわついている休憩所の掲示板へ近寄っていった。掲示板近くでは、藤田さんとその同期である永田さんの言い合う声が響いていた。藤田さんに何かあったのだろうかと不安になった俺をよそに、洋次郎は近くにいるのであろう、別の同僚へ声をかけていた。おはよう。俺たち今来たばっかだから状況知らないんだけど、これ何があったんだ?洋次郎に言う、おはよう。俺もさっき来たばっかなんだけど、どうやら社員の永田さん、急にだけど会社辞めるらしくて、それで藤田さんと言い合いしてるらしい。辞めるって急だな。だけどそれがなんで言い合いにつながるんだ?俺も詳しく知らないけど、藤田さんの企画のメンバーだった永田さんが、急に引き継ぎもなしに辞めるから、企画の運営がやばくなりそうなんだって。永田さんは優秀な人のため、戦力となっていたのだろう。そんな彼が辞めるとなったら、かなりの痛手だ。
せめて藤田さんの企画がうまくいくように引き継ぎをしてからやめてもらえないだろうかと、心の中で藤田さんの応援をしていたら、ひときわ大きな声が聞こえてきた。何を言われても俺は退職をやめないぞ。だいたいその企画だって、藤田より優秀な俺が担当すればよかったのに、お前に取られちまったからな。もっと正当な評価をしてくれる会社に行くのも当然だろ。企画取られて、俺だって迷惑を被ったんだ。引き継ぎがないくらいの迷惑お前が被れよ。どうやら永田さんは、同期である藤田さんに、かなり大きな対抗心を抱いていたらしい。有名なピアニストを呼んでの、地域でもそれなりに大きい企画である。永田さん自身が任されると思っていたのに、任されたのは対抗心を燃やしていた藤田さんだ。そうして苛立ちの矛先を藤田さんに向けたらしい。企画がある程度進み、忙しくなるその時に優秀な永田さんが引き継ぎなしに辞める。そうすることで、自分の鬱憤晴らしと藤田さんの失敗を誘発しようと、今回の転職を行ったようだ。俺はかなりムカついた。自分の力が足りなかっただけの問題なのに、それを藤田さんに押し付け、転職しようとする永田さんに文句を言いに行こうと一歩を踏み出した。が、それは横にいた陽次郎に止められてしまった。陽次郎、行かせてくれ。今お前が言っても何もできないだろ。文句言っても、俺たちはただの清掃員だし、何もできない。ぐっと言葉に詰まった俺を確認したであろう陽次郎が、俺の腕を掴んでいた力を緩める。お前は、今まで通り藤田さんの話を聞いて元気づけてやれよ。下手に動くと、彼女の立場余計に悪くなりそうだし。そう。藤田さんはみんなに優しいため、ほとんど嫌われてはいないが、一部の人には俺と仲良くしていることで少し悪く言われることがあった。陽次郎の言葉に納得するものがあり、俺はしぶしぶうなずいた。よし、じゃあ俺たちは今日の清掃活動を始めよう。そうして俺と陽次郎は清掃作業に入っていたのだった。永田さんの退職騒動から2週間、未だに藤田さんの企画のプロジェクトメンバーに補填がなかった。今の季節は秋、音楽の秋ということもあり、うちの会社でも多くの企画が同時並行で進んでいた。そのため、人員を補填しようにも、他の社員も自身の今の企画や仕事で手一杯となっており、藤田さんの企画に回れる人員がいないようだった。俺は目は見えないが、藤田さんの日々の小金から、彼女が相当無理をして働いていることを察して、かなり心配していた。そんなある日、藤田さんはいつもの休憩時間ではなく、作業時間中に声をかけてきた。佐伯さん、今ちょっとお時間いいですか？ええ、大丈夫ですよ。ここの掃除は先ほど一段落ついたので。仕事に真面目な藤田さんが雑談でこの時間に声をかけてくるはずがないので、俺は仕事関係の話だと思い了承し、藤田さんの後について会議室へ向かった。会議室へ入り、扉を閉めた後、すぐ藤田さんは話しかけてきた。佐伯さん、お願いします。佐伯さんの力を貸してください。え、藤田さん、頭を上げてください。あれ？よく私が頭下げたことわかりましたね。ああ、盲目になって長いので、空気の流れの感じからそうかなって、そうじゃなくて。流れで乗り突っ込みをしてしまった俺に対して、藤田さんは先ほどの硬い雰囲気を少し崩して、クスクス笑った。その雰囲気に、俺も緊張を崩して藤田さんに尋ねる。それでどうして俺なんですか？俺は盲目ですし、ただの清掃員です。
お力になれるとは思いませんが。そんなことはありません。突然の大きな声での藤田さんの反論に、俺はびっくりして目を見開いてしまった。藤田さん自身も大きな声を出してしまったことが恥ずかしかったのか、こほんと一つ咳払いをして続きを話し出した。佐伯さんとは休憩時間によくお話をさせてもらってますが、音楽の知識がすごいなって前から思ってたんです。私も結構詳しい方だと思ってたんですけど、それ以上の知識を持ってるし。いや、まあそれはたまたまで。その知識を貸してもらえたらなって。お恥ずかしい話、佐伯さんも知っての通り、永田さんが退職されたので戦力が足りず、企画がかなり切羽詰まった状態なんです。そこに佐伯さんの知識を貸してもらえたら、かなりスムーズに進めることができそうなんです。俺は清掃員なので企画に関われないのでは。その辺は大丈夫です。すでに上に掛け合ってあって、上からは佐伯さんの了承が得られるならばいいって認められてるんで。行動が早すぎる。他のメンバーさんは大丈夫なんですか？他のメンバーにはまだ話していません。でも佐伯さんの知識量とか知ったら絶対認めてくれると思います。っていうか認めさせます。藤田さんの言葉に苦笑いをこぼしながら聞いていると、彼女はさらに言葉をつなげた。それに佐伯さん、音楽のこと話しているときすごく楽しそうなんです。私はそんな人と一緒に仕事をしたい。それにそうやって楽しそうに話す人と一緒に仕事をすれば、この企画は絶対成功すると思うんです。だって楽しいと思ってる人じゃないとその楽しさを伝えきれないと思うから。だからお願いします。彼女の言葉に俺はびっくりしたとともに、嬉しい気持ちが胸に満ちた。俺はそんなに楽しそうに音楽の話をしていたのかと、そんな俺を必要としてくれるのかと。気づいたら俺は藤田さんがいるであろう方向をまっすぐ向き、うなずいていた。わかりました。力になれるかわかりませんが、精一杯お手伝いさせていただきます。佐伯さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。藤田さんは俺の手を取り、気色が溢れた声で言葉を紡いだ。藤田さんから声をかけられ了承した俺は、その日の午後、藤田さんに連れられて彼女の上司にあたる人へ挨拶をしに行った。田中さん、佐伯さんから了承を得られたので、明日から企画に参加してもらいます。わかりました。佐伯さん、よろしくお願いいたします。この企画中は清掃作業ではなく、こちらの企画に尽力してください。社長からは許可を得ています。承知いたしました。上司へ挨拶の後は、プロジェクトメンバーへの顔合わせだ。正直俺はかなり緊張していた。彼女は認めさせると言っていたが、俺は盲目であり、知識も日々更新しているとはいえ、目が見えていた時代よりは、情報収集が難しい。こんな俺を認めてくれるのかと。みんなお疲れ様。新しいプロジェクトメンバー連れてきたよ。そう言いながらドアを開け、プロジェクトルームへ入っていく藤田さんの後に続き、俺も部屋へ入っていった。プロジェクトルーム内にいたプロジェクトメンバーは、藤田さんの言葉に気色を混ぜた視線をこちらにやってきたが、俺が入った瞬間にその気色は消えたのだった。みんな知ってると思うけど、佐伯さんです。彼は音楽知識が豊富で、今回のプロジェクトの一員として協力を願ったところ、快諾してもらいました。みんなよろしくね。佐伯です。微力ですが、皆さんのお力になれるよう精一杯頑張ります。パチパチパチとまばらに拍手が起こる。確実に歓迎されていない状態に、
俺は少しショックを受けるも、まあ俺と話したことがある人はいないし、俺が盲目であることは周知の事実だと切り替えた。少しでもみんなの力になれるように努力しようと心に決めて、俺は藤田さんのもとで企画の準備の手伝いを始めたのだった。そうして始めた企画への手伝いは結構大変なものだった。どのような年代を対象にするのか、曲はどうするのか、他に何かイベントを同時に行うのか、会場はどうするのか、使用するピアノは何を使うのかなど、様々な視点から企画について考えなければならなかった。俺自身、様々なコンクールや演奏会に参加したり、見に行ったりしていたが、コンクールや演奏会を行うにあたっての実際の企画などはしたことがなかったため、裏側はこんなに大変なものなのかと目を向いたほどだ。だが、俺の幼少期からの経験は役立てたらしい。企画書の作成や物品確認といったことは手伝うことができないが、昔からコンクールや演奏会に参加していたこともあり、演奏者視点からの意見を言うこともあったし、コンクールや演奏会へ見学しに行った経験も多くあったため、視聴者としての意見も言うことができた。最初は俺を盲目で役に立たないものと腫れ物扱いしていたプロジェクトメンバーも、俺と藤田さんのやりとりを間近で見ることで少しずつ対応が軟化していった。今では積極的にプロジェクトメンバーと意見交換をし合い、一緒に企画を練り上げる仲間だと言ってもらえるほどになったのだ。全員で一丸となって企画を進めることができるようになり、プロジェクトは円滑に進んでいった。全員で全力で取り組んだおかげで、企画のコンサートチケットは完売した。その知らせを受けた時は、全員で抱き合い、喜びを分かち合ったのだった。今日はコンサート前日だ。俺と藤田さん、そしてプロジェクトメンバーは、明日の最終確認として、コンサート会場に訪れていた。全員で明日のコンサートの一連の流れを確認する。かなり大きな企画なため、一回の確認では不安とし、一人一人丁寧に2回当日の流れを確認したのだった。全員で確認し終わった後、会場ホールに全員で集まる。ついに明日が本番です。みんなこれまで一緒に頑張ってくれてありがとう。ありがとうは早いですよ、藤田さん。プロジェクトメンバーの一人である飯島さんが藤田さんをからかい、みんなで笑い合う。確かに。まだ本番が残ってるものね。この言葉は、明日が無事終わってから言おう。じゃあ、今日は明日に向けてエンジンでも組もっか。そう言って、全員でエンジンを組む。俺はどこに肩があるかわからなかったが、隣にいたメンバーたちが、そっと腕を取って回してくれた。全員肩組んだね。じゃあ、明日は頑張りましょう。えい、えい、おー。おー。全員で大きな声で掛け声を言って解散となった。佐伯さん、この後時間あります?エンジンを組み終わり、プロジェクトメンバーが帰って行った後、藤田さんが声をかけてきた。ええ、あとは帰るだけなので。そしたら、ちょっと付き合ってもらえませんか?ええ、いいですよ。そう言った俺を確認した後、藤田さんは俺の手を引いて、コンサートホールの座席に連れて行き、席へ座らせた。今から、私ちょっとピアノを弾くので、そこで聴いてもらえませんか?わかりました。藤田さんは俺の言葉を確認すると、舞台のピアノに向かって歩き出し、俺の近くを離れていった。彼女の足音が止まり、カタリと椅子を動かす音が聞こえた。その数秒後、聞こえてきたピアノのメロディー。
そのピアノのメロディーは簡単な演奏ではあったが、音色から藤田さんが本当に楽しそうに弾いていることが感じ取れ、こんなに音だけで気持ちを伝えることができるのかととても感動した。しばらく彼女の弾くメロディーに酔いしれていたが、少しずつ終盤に近づき、そして曲が終わった。ピアノの音がやみ、再び語りと椅子を動かす音が聞こえ、藤田さんの足音が聞こえた。その足音は俺の前で止まる。佐伯さん、さっきの演奏どうでした？とっても素晴らしかったです。藤田さんが本当に楽しそうにピアノを弾いているんだろうなってことが伝わってきました。勢いよく答える俺に藤田さんはふふっと笑った。ピアノ弾いた経験なかったんだけど、そう言ってもらえて嬉しいです。一呼吸置いて藤田さんはさらに言葉をつなげる。佐伯さん、私ね、音楽は演奏者の気持ちが伝わってくると思うんです。昔、小さい頃に両親にピアノの演奏会に連れて行ってもらったことがあるんです。そこでピアノを弾いていた人の演奏がすごくて、その人が本当に楽しそうに弾いていることが伝わってきて、私も楽しくなって子供ながらに感動したんです。だから、私音楽業界に関わりたいってずっと思ってて、演奏の才能はなかったんで、音楽を支える側としてこの仕事に就いたんです。いつかあの時見たピアニストの方みたいに、次は私が音楽に関わった誰かに夢を与えたいって。そうやって語る藤田さんの声は、懐かしさと憧れを混ぜたキラキラした声だった。俺自身も藤田さんが経験した感動に覚えがあった。小さい頃、まだピアノの技術が拙かった頃、世界的に有名なピアニストの演奏会に両親に連れて行ってもらったことがある。その時確かに演者の気持ちがダイレクトに心に響き、こんな人になりたい、こんな演奏がしたいと思った。そうして俺は、より深くピアノの世界に入っていったのだ。じゃあ、明日はその第一歩ですね。はい。俺はもうあの時のピアニストのように、次世代に夢を与えられるピアニストにはなれないであろう。でも、同じような志を持つ藤田さんの手伝いならできる。俺は明日は絶対イベントを成功させて、藤田さんと一緒に会場に来たすべての人に、夢を届けられるように頑張ろうと、再度心に決めたのだった。そして、迎えたコンサート当日。俺と藤田さんとプロジェクトメンバーは、まず会社に集合した。会社に残していた当日必要になる物品の回収と、盲目の俺が事故に遭ったりしないようにという配慮のためだ。全員で会社の車で会場まで移動する。コンサート開始までまだ全然時間があるため、会場には俺たちと会場スタッフ以外は人がいない。本日はよろしくお願いします。会場までまだ時間はありますが、丁寧に漏れがないように、各自担当作業をお願いいたします。はい。藤田さんの言葉に全員で返した後、それぞれの担当業務へ散っていった。俺は実際に物を見て確認などはできないため、藤田さんと一緒に全体の確認と、藤田さんがメモしておいてほしいと頼んできたもののメモを取る、秘書のような仕事をしていた。しばらく仕事をして一段落し、会場までの時間に一旦休憩を取ろうと話をしていた時に、周りがざわついた。え、あれって、なんで彼が、誰が来、皆さん、お久しぶりです。二人の小姉的に、望まれない人が来たのであろうことは予測できたが、何があったかがわからない俺は、伺いを立てようとしたが、その言葉は遮られてしまった。声の主は、
以前会社を辞めた永田さんであった。お久しぶりです、永田さん。今日はどうしてこちらに？いやー、そんなに邪険にしないでくださいよ。ヘラヘラと笑いながら永田さんは言っていたが、一転して真面目そうな声で話をつなげた。この前は自分勝手にプロジェクトを抜けて悪かったなって反省したんです。だから手伝いはできないけど、せめてものお詫びとして飲み物とか軽食の差し入れを持ってきたんです。ここにいる皆さんやスタッフ、演奏者さんに渡して飲んでください。そう言って誰かに差し入れを渡した永田さんは、この場を離れていった。今頃謝ったって遅いっつーの。飯島さんが不満げな声を発する中、俺の隣にいた藤田さんは差し入れであろう袋をごそごそと探っていた。俺は飯島さんの言葉に内心うなずきつつ、永田さんの言葉が小金的に本心ではないような気がしてならず、藤田さんに声をかけようとしたが、それは藤田さん本人に遮られてしまった。まあまあ、過ぎたことはしょうがないし、コンサートは順調に進んでるんだから。それに永田さんもちゃんと反省してくれてたみたいだよ。ほら、演奏者さんが好きな飲み物が一本入ってる。そうやって嬉しそうに話す藤田さんに、俺は自分の中によぎった小さな不安をしまい込んで、藤田さんが手渡してきた飲み物を受け取った。全員に行き渡ったところで、他のスタッフや演奏者に飲み物を渡すべく全員で席を立ったのだった。無事スタッフや演奏者全員に飲み物を配り終え、俺たちプロジェクトメンバーは会場前の最終確認を行った。全員で丁寧に全てを見回り、問題ないことを確認した。そうして会場の時間となり、観客が入ってきた。滞りなく観客を誘導して指定席に着席していく。開幕の時間となり、あたりが暗くなり、観客の大きな拍手の音が聞こえ、そしてやんだ。綺麗なピアノの音が奏でられ始め、よし、問題なく進みそうだと少し安心した時、問題が起きてしまった。どさっと音がした後、誰のものかわからない悲鳴が聞こえてきた。あたりがざわざわしすぎて何が起こったのか判断できない俺は、隣にいた藤田さんの腕をつかみ尋ねる。藤田さん、一体何があったんです？さっきの悲鳴は？佐伯さん、どうしよう。急にピアノの演奏者さんが倒れちゃって。え？なんで？いや、それより早く救急車を呼びましょう。わかりました。そうして一旦イベントを中断し、藤田さんは救急車を呼び始めた。急に演奏者が倒れ、観客が動揺し騒いでいたため、俺たちプロジェクトチームは、ピアニストの対応する者と、会場の鎮静化を対応する者の二手に分かれた。俺と藤田さん、そして飯島さんが、ピアニストの対応である。幸い救急車はすぐに会場に来てくれて、飯島さん付き添いのもと、ピアニストは緊急搬送されていった。ホール内の騒ぎがまだ聞こえる中、藤田さんはその場から微動だにしなかった。俺はそんな藤田さんにどう声をかけていいかわからず、藤田さんに声をかけられずにいた。そうして少し時間が経った頃に、ぽつりと藤田さんは声を漏らした。せっかく、みんなで、ここまで頑張ったのに。藤田さんから漏れた声は、鼻声で涙をこらえているようだった。そしてその声には、悲しさ、悔しさが滲んでいた。その声に俺は、失明した当初の自分を思い出した。周りには明るく振る舞うようにしていたが、自身の夢が絶たれてしまった時の悲しみ、どうしてこうなってしまったのかという悔しさを毎日のように感じていた。今、
目の前の藤田さんはその沼に入ってしまいそうになっている。昨日あれだけキラキラとした声で夢を語っていた彼女がだ。このような形であの時の彼女をなくしたくない。自分のようになってほしくない。彼女と子供たちの夢を潰させたくないと思った俺は意を決した。意を決した俺は藤田さんの肩に手を乗せる。藤田さん。佐伯さん、すみません、ぼーっとしちゃってました。ピアニストの方もいませんし、イベント中止に動かなきゃですね。泣きそうな声で言う藤田さんに対して俺は首を振る。藤田さん、諦めないでください。まだ道はある。佐伯さん？でもピアニストがいないと。俺をピアノのところまで連れて行ってください。え？でも佐伯さんは。困惑を込めた藤田さんの言葉を遮るように俺は続ける。大丈夫です。俺がどうにかしてみせます。最初に企画に誘ってくれた時のように俺を信じてください。わかりました。ピアノまで連れて行きます。そうして藤田さんは肩に乗っていた俺の手を取ると、優しく引きながら俺をピアノまで連れて行こうと歩き始めた。藤田さん、この後どうしましょうかって、佐伯さんどこに連れて行くんですか？会場の鎮静化に動いていたプロジェクトメンバーの一人、土田翔太郎さんが藤田さんに声をかける。とりあえずイベントはこのまま続行で動いて、私は佐伯さんをピアノまで連れて行く。でも佐伯さんは。大丈夫。二人で心配する土田さんに声をかけ、まっすぐピアノへ向かって歩いた。そうして俺は藤田さんにピアノの前まで連れて行ってもらい、椅子へ腰掛けた。その様子を見ていたであろう観客たちは、俺が椅子に座った瞬間にピタリと騒ぎをやめた。会場にいる人たちは俺が盲目であることを知っている。そんな俺がピアノの前に座り何をするのかと、興味や不審の視線を感じた。静寂と居心地の悪い視線に包まれて、久しぶりにピアノの前に座った俺はかなり緊張していた。これまでたくさんのコンクールや演奏会に参加してきたが、ピアノを演奏する前に手が震えることはなかった。それだけ自信があった。当時は仮に目が見えなくなっても演奏ができると思っていたが、実際になってみるとミスが怖くて、これまで人前で演奏ができなかった。12年間というブランク、そしてミスへの恐怖が、今、手の震え、そして手先の冷えとして現れていた。手を開いたり閉じたりしながら手先を温めていたら、不意に感じたぬくもり。その手の主である藤田さんは、俺のそばに寄ると小さくつぶやいた。佐伯さん、信じてます。大丈夫。その言葉に不思議と手の震えは止まり、手先に温かさが戻ってきた。俺は藤田さんにうなずくと、握られていた手からゆるりと自身の手を引き抜く。その様子を見守ったであろう藤田さんは、俺から少し距離を取った。久しぶりのピアノを人撫でし、昔演奏した時のように鍵盤に手を置き、俺は演奏を始めた。俺が演奏をし始めると、先ほどまで少し聞こえてきていた会場の声は一切聞こえなくなった。誰もが俺の演奏を見て言葉を失っていた。それは俺が盲目となる前の最後のコンクールである、高校3年生の時の全日本ピアノコンクールの時と同じ雰囲気だった。俺は盲目でも昔のように演奏ができたのだ。いや、目が見えない分、より感情を込めて弾くことができている気がする。
結局は俺の思い込みだったんだな、とピアノを弾きながら思う。肩の荷が降りた俺は、より一層気持ちを込めてピアノを弾いた。イベントが失敗として終わらないように、今日会場に来てくれている子供たちに音楽が楽しいということを伝えるために、会場に来た人たちが来たことを後悔しないように、そして何より藤田さんの感じた悲しみ、悔しさが少しでも晴れて、また心から夢を追いかけることができるように。いつの間にか夢中になってピアノを弾いていた俺は、時間がどれだけ経ったのかもわからなかった。そうして最後の一音を弾き、ピアノのメロディーを止めた。一瞬の静寂の後、溢れんばかりの拍手と観客の大歓声が会場を包んだ。俺はやりきったことに放心していたが、藤田さんが近寄ってきて、肩を叩いてくれたことで我に返った。そして、椅子から立ち上がり、客席に向かって長い一礼をする。少し弱まっていた拍手と歓声は勢いを取り戻し、俺が舞台を後にするまで続いていた。藤田さんの手を借りながら、俺は舞台を後にして、舞台裏の控え室まで歩いていく。控え室に入った瞬間に、俺は気が抜けたのか、その場へへたり込んでしまった。佐伯さん、大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと緊張がほどけて、腰が抜けてしまっただけなので。苦笑いで藤田さんへ言葉を返すと、俺の様子に安心したのか、藤田さんは少し笑ってしゃがんで、俺と高さを合わせた。佐伯さん、本当にありがとうございました。どうなることかと思いましたが、佐伯さんのおかげで、無事にイベントを遂行できました。いえ、藤田さんが俺に声をかけてくれたから、こうやって俺もピアノに向き合って対応できた。だから藤田さんの頑張りですよ。それに、まだイベントは終わってません。観客の皆さんを無事にお返しするところまでがイベントですよ。先生のような笑みを意識して浮かべた俺に、藤田さんは大きく笑った。ふふ、確かに。じゃあお見送りに行きましょう、佐伯さん。いえ、俺はまだちょっと腰が抜けてるので、藤田さんだけ向かってください。今回の功績者をないがしろにするわけにいきません。いや、でも。はいはい、佐伯さん。俺が肩を貸しますから行きますよ。言い合っている俺たちの声が聞こえたのか、走ってやってきた土田くんに無理やり肩を貸されて、俺は会場ホール入り口へ向かった。すごい演奏でした。もう鳥肌が立っちゃって。おじさんの演奏すごかった。私もあんな演奏できるようになるかな。そう口々に言葉をかけてくれる観客の方に、一言一言感謝を返しながら俺は思う。小さい頃からピアノに打ち込んできて、今こうして俺の演奏で夢を追う子供が生まれそうになってきて、藤田さんに会えてよかったと。そう思いながら、全員の見送りを完了すると、今度は会場スタッフや藤田さん以外のプロジェクトメンバーから絶賛された。なぜピアノを弾けることを教えてくれなかったのかや、演奏がすごすぎてちょっと泣いてしまったなど、嬉しい言葉ばかりであった。翌日、あの時の会場にいた観客の一人が、コンサートの様子を SNS に上げたことによって、俺は一躍時の人となっていた。盲目のピアニストとして。さらにその動画を見た。俺が勤める会社の社員さんたちからの評価も変わっていった。これまで盲目の清掃員だったものが有名な盲目のピアニストになったのだ。素早い手のひら返しに苦笑いするも、過ごしやすくなったのは確実なので何も言わないこととした。さらに、実は、俺が高校3年間、
全日本ピアノコンクールで優勝し続けたことを知っていた社長が、これを機に会社でスポンサーとなるから、ピアニストとして活動を再開しないかと声をかけられた。実は、僕は高校生の君のピアノが忘れられなくてね。あれだけすごい演奏ができる君なんだから、いつか盲目でもピアノを弾いてくれるんじゃないかって打算もあって、清掃員として雇っていたんだ。だからあのコンサートの日、見に行けなくてすごく残念だったんだよ。この12年間、俺を信じて待っていてくれた社長と藤田さんの勧めもあって、俺は正式に盲目のピアニストとして活動を始めることを決意した。社長へピアニストになることを宣言した後、昨日演奏中に倒れてしまったピアニストのお見舞いと、倒れてしまった原因を聞きに、ピアニストが入院する病院へと、俺と藤田さん、プロジェクトメンバーで訪れた。病院の受付で、ピアニストの名前と面会に来た旨を伝えると、すぐに病室へ案内してくれた。個室の病室のため、ノックをして中から返事があってから入室する。失礼します。ミカさん、お加減いかがですか？あら、皆さんお揃いで、お見舞いありがとうございます。もう体調に問題なくて、今日退院予定なんです。嫌悪感のない声に安心しつつ、藤田さんが言葉をつなげる。昨日は申し訳ございませんでした。私たちの管理が行き届かず、ミカさんを危ない目にさらしてしまって。そんな、謝らないでください。藤田さんたちの人柄は知ってるつもりです。あんなことするなんて思ってないです。あんなことって？私自身、かなり健康体で、なんで倒れたのかわからなかったのでお医者さんに聞いたんです。そしたら飲み物に睡眠薬が入ってたってお聞きして、飲み物は皆さんからもらいましたけど、その差し入れも取って、仲違いした同僚さんなんですよね。だからその人の仕業かなって。ピアニストである美香さんの言葉に、全員で顔を青くする。そんなことが、うちの元社員が申し訳ありません。抗議などありましたら、私どもで対応いたします。ああ、大丈夫ですよ。皆さんも迷惑かけられた側でしょうし、イベントの片付けとか大変だと思うので、もうこちらで対応しちゃいました。え？これでも、多少有名なピアニストなので、被害を被ったことを音楽業界の各所社長に連絡済みですし、実はあの人が次に入社した会社の社長って、私の甥っ子なんですよね。このことを言ったらすっごく怒ってたので、近々あの人、クビになると思いますよ。多分笑顔で言っているのであろうが、声が冷えている。そのことに恐怖しながらも、再度謝罪を行い、また別の機会に演奏していただく約束を取り付け、俺たちは病院を後にした。ミカさん、めちゃくちゃ怖かったですね。本当に、普段すごく穏やかで怒ることとかないんだろうなって思ってたけど、穏やかな人ほど怒ったら怖いって本当ですね。今後も絶対怒らせないようにしよう。全員が無言でうなずいたのはしょうがないことであると思う。会社に戻り、社長に病院での出来事をそのまま話す。先ほど社長にも同じことを説明するメールが美香さんより届いていたらしく、本当に音楽業界の各社長に連絡していたことが確定した。後日、本当に音楽業界に永田さんのやったことが広まり、即座に会社をクビになっていた。さらに音楽業界全体に話が広まったこともあり、永田さんが音楽業界では再就職が厳しい状態となっていることを社長から伝えられて、自業自得ながらも少し同情した。ピアニストとして活動を再開すると決めたあの日から1年が経った。この1年間、
幼い頃から高校までやってきたように、朝から晩までピアノに向き合い続けた。何度もコンクールに参加し、何度も演奏会に参加し、そして他の人の演奏の見学にも行った。少しずつ昔の感覚を取り戻し、少しずつ自分が主催する演奏会の観客も増えてきた。そして今日、ピアニストとして再活動を始めて1周年記念の大規模なピアノコンサートを開催したのだ。このコンサートの運営スタッフは、もちろんあの時のメンバーである。彼らには設営が終わった後、目の前で俺の演奏を聴いて欲しかったため、特等席を用意した。そして始まるコンサート。一曲一曲を丁寧に、あの時と変わらない気持ちが伝わるように弾き切った。そして溢れる歓声と拍手。俺は長い一礼をした後、マイクを持ち話し始める。これまで盲目でたくさん大変な壁がありました。でも、そこにいる彼らのおかげで、私はその大きな壁を乗り越えることができました。特に藤田さん、あなたのおかげです。あなたがいなければ、私は今ここにいなかったでしょう。あなたのそばで、夢をこれからも追っていきたい。どうか私と結婚してくれませんか？小さく聞こえる了承の声に、会場はまた溢れんばかりの拍手に包まれた。そして俺たちは二人でまた、音楽を通じて人に夢を与えるために歩み始めたのだった。